ブダフター、うん、はいはい、なになにこれどうしたの、いやどうしたのさあどうしたどうしたどうした、よし、はい、ちょいやーどけー、これ味方も攻撃できるんですか。で今あの画面に映ってる皆さん見ていただいてるのが安井さんの画面ですね。で、白い女トガ人がトガ人2がですね、あ、はい、あの浅川さんがプレイされているキャラクターですね、はい、打ちたい、この背中に先ほどの吉川さんのデカールが貼られると思うとちょっとあれですね。小田中さん操作方法何タイプでやってるんでしょう。操作ダッシュでやってるんですけど変えられないですね。味方打ちたい、お前だ、肩打ちたい、じゃあ安田ちゃんと一回マップを移してもらっていいですか、アブダクターが今下の方の広場にいますんで、皆さん広場の方に集まって、はい、あのアブダクターを倒しちゃいましょう。このマップでいうと青い点がプレイヤーですね、はい、そうですね、で黄色い枠で囲まれているのが、自分のアクセサリーですね。おっしゃ、はい、いた、やばい、使うつもりのないアイテムを使ってるんです。フリーダムスーツ初めてご覧になった方もいらっしゃると思うので、今回復したくないように見た人でしょ、いやいやいや、なかった、これ、4人でマルチプレイを遊んでいます。でこの今画面の中央に出ているアブダクターですね、でアブダクターの中にシビリアンを捉えているタイプのものがあります。これを探してですね、アブダクターのその中からシビリアンを助け、はい、で脱出するポイントまで広で連れていかなきゃいけないんですね。で今あの自分のアクセサリーが倒されたんですけど、この自分のアクセサリー倒されるとですね、そのアブダクターがアクセサリーを奪って逃げていこうとするんで、このアクセサリーも守らなければいけないんです。なんでやった、はい、うわやばい、ね、今画面上は安井さんの、はい、あ、はい、でこのゲームのその特徴の一つ、あ、イバラなんですけど、これからですね、よし、安井さんがイバラを使ってかっこよくあのどこどこステージをですね、イバラを使ってかっこよく、はい、ステージをね縦横無尽飛び回ってもいただけると思うんで、このようにですね、はい、いろいろなところにイバラを打ち込ん で好きなところにどんどん飛んでいくことができるんですね。誰かがでこのイバラ、アブダクターに対しても使うことができてですね、何、鳥籠、はい、あのアブダクターどこで戦っている、チームワークが悪くてですね、今2つの場所に分かれて戦っていて、僕らが見てない、ちなみにちょっと1回あの画面をですね、浅川さんの画面にしていただいてもよろしいですか。ここにいるよ、バツバツ、なるほど、で浅川さん今ですね、はい、みんなが全く違う場所で戦っているんで今1人にさせられたので、あ、今ちょっと右のところにその今タイマーが見えましたよね。よっしゃ、皆さんあれですね、団体行動ができないタイプですね。はい、奪還しましたよ、市民奪還しました。あ、安井さんは活躍されてますね。あの今援護中です。あ、援護中、じゃあ、画面の方を、安井さんに戻してください、はい、え、いっぱいいるの、なんかいた、でちなみにですね、皆さんあのバラバラに戦うのは構わないんですけど、一箇所に集まって戦っていただかないと、はい、僕誰が貢献してるのかさっぱりわからないんで。なるほどね、違う、私、あ、私はすごいやってるんですけど、お、自己申告制ですか。じゃあ、あの、じゃあ、いや、本当にやってます。やってる。ちょっと市民の何行きます、極潰ししかいないじゃない、極潰ししかいない、極潰ししかいないじゃない、あー、しまった、あ、こっちか、誰が極潰ししてるの、このボランティアクリアできるんですか。ですね、よっしゃ、じゃあ僕はね、そうですね、画面の左に、ね、チケットがありまして、トガビトが倒されると、このとチケットが減っていくんですね。で0枚になるとボランティア失敗になりますんで、皆さんあのちゃんと死なないようにですね、あの助け合ってプレーを、はい、すごくあの僕元気よく実況したかったんですけど、はい、だんだんハラハラしてきました。結構ガチですよこれね。これってさ、どうやって判定するんですか。判定誰が一番いい働きしてるか、まあ私ですけど。いや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 、スタートします、スタート、ほらほら、あれ、すごい、いけー、榎本さんが今ドラッグダウンされたんですね。ありがとう、役に立ったね。さあ、ありがとうございます、ごちそうさまです。いいよ、はい、そのまま、はい、今安井さんが倒されたんですけど、安井さんのアクセサリーがですね、助け起こしてくれました。はい、アクセサリーが寄ってきてくれたんですね。はい、でアクセサリーはですね、常にあのそういう意味だと倒れても起こしてあげると
自分のことを自分が倒れた時に助けてくれるんで、いろいろと戦闘の中でサポートしてくれますから、できるだけアクセサリーのサポートも自分がしながら一緒に手を取り合って戦うような感じですね、遊んでいただけるとうまく攻略できるかなと思います。はい、市民救出したよ。あ、市民救出したって、はい、で仲間やアクセサリーが倒れている時はね、茨ででも助け起こすことができますんで、はい、そうなんです。逆じゃない、倒れた、あ、これはやばいか、はい、まずい。でもありがとうアクセサリー、あ、だだだ、はい、あ、安井さんのアクセサリーがまた、じゃあちょっと浅川さんの画面に変えていただいてもよろしいですか。浅川さん何をしてるか、はい、やめてほしい。今、今空に向かって威嚇射撃をしたところです、はい、どういうことですか。あの動物とかではないんで、あんまり威嚇射撃は必要ないんで大丈夫です。 あれないの、ショットガンとか、はい、おすげえ、あ、来た、あ、引かれましたね。浅川さんが今引かれました。違う、今おとりになったんですけど。あ、そういうことなんですね。なるほど、はい、なるほど。すごい、はい、すごい、ボンクラしかいない。ボンクラしかいない。これはまずい。これゲームの残り時間は、はい、ですね、なんとかですね、あ、でもどなたかもしかして今救出をして搬送してますかね。あ、私今搬送してます。なるほどなるほど。ぜひですね、活躍してる時には僕に教えてください。画面の中にですね、全く人が見えなくてですね、わからないので、ユーザーになってしまいました、はい、もうすぐ、はい、もうすぐです、はい。でこのフリーダムウォーズの特徴の一つが、こうやってですね、シビリアンの搬送は誰かが、はい、あのしていて、で他のプレイヤーがアブダクターと戦うということで、でシビリアンをある意味その搬送してるとか安全に運ぶことができるんですね。こうやって役割をうまく分けて戦うことができるんです。あ、1人目救出できました。お、やった。貢献。あ、ありがとうございます。トリカート破壊。なんか言ってる。すごい今アピールが、すごいアピールが始まってますね。やばい。私すごいです今。すごい。そうですね。具体的じゃねえ。ふんわりして。私が今すごい。何って。はい、なんか壊しましたよ。で今浅川さん、その状態で R 押すと茨出ますか。知ってない茨をアブダクターに打ち込んでほしいんです。ちょいや、はい、あら、誰も助けてくれた、はい、ありがとうございます。あ、知れるね、敵と神とがいる、いる、さっき来たもん、いますね、あ、いる、できた、お、あ、素晴らしい、どう、でじゃあもう一回 R を押して、 R を押して、 R の、はい、はい、そうです。でそうやってこうそこの、はい、飛び込んでる時に、はい、三角ボタンとか押してもらっていいですか。そう、はい、もう何がどうなってるのか分かんない。 R 三角と押す感じですね。 OK、 R 三角、あ、やばい、その前に、浅川さん、あの、はい、ご自身の、はい、あ、誰か助けてくれましたね。アクセサリーが今奪われそうだったんで。わかりました、はい、今ディレクターから、はい、ちょっと押してるんで頑張ってください。皆さん頑張ります。ちょっと無事いいですね、はい、じゃあきっとあのこれから安井さんがスーパープレイ見せてくださると思うんで、画面をじゃあ安井さんにお願いします、はい、やってみてこれ。ディレクター海外出張いいことに飛行機の中でやりまくってたらしいですから、ね、海外どこ行ったんですか。アメリカに。そうですよ、10時間近くありますからね。僕ね隣に座ってたけどずっとやってたよ。あ、ディレクター批判。あ、すごい、今、素振りしちゃった。あ、いけ、あ、お、あ、あらららら、助けて、いた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 、あ、安井さんも倒されそうだな、大丈夫かな。ありがとうございます。これは、これは逃げる、これまずい。私なんか、新しい武器使って、そうですね、あの、じゃあ皆さんどっちかに攻撃集中させましょうか。あの、バラバラに戦ってると思うと多分倒す、あ、やられた、あ、あららら、危険な、あらら、あ、しまった、変な感じ、これ誰も助けてくれない感じ、え、どこに行くんですか。あららら、あらら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 ら、これはですね、安井さん、マップをもう一回見せてもらっていいですか。はい、これ一回助けたら、下の方行くとどうなるんですか。あの、マップをざっと舐めてください。あ、なるほどなるほど、マックで、左の方どうなってますか。なるほどなるほど、皆さんですね、シビリアンがもう放出されてるんで、シビリアンの搬送すればもうクリアできる状態ですね。あ、いた、いた、シビリアンいた、あの
い、じゃ あの今日の貢献度一番高い人は、シビリアンを搬送できた人にしましょうか。はい、皆さん頑張ってシビリアンを。これでまたあれでしょ、シビリアンの取り合いが始まる。はい、どこかにシビリアンがいますから、シビリアンを探してください。シビリアンを助けろと、はい、あれどこ行った、はい、あそこだ。あれ私死んでるって大丈夫？いや全然死んでない。敵まで調査大丈夫じゃないですか。これちなみにですね、誰かのアクセサリーが今アブダクターに捕らえられてますね。お、これあと2分するとそのアブダクターにアクセサリー。あなたたち何シビリアンに集中してるの？よっしゃやばい、攻撃された。はい、今アブダクターにあのアクセサリーが捉えられていてですね、はい、あと2分するとそのアクセサリーがさらわれてしまうので、はい、このアクセサリーも助けておいた方がいいですね。誰のアクセサリーですか？私じゃなかったら別に。意外と性格が出るゲームですね。そうですね。この2階のとこに1人シビ、ああいけない、2階のとこにシビリアンが。シビリアンはなんか僕ちょっと自分で自分のことなんかできないんですよ。ずっと思ってたんですけど。本当に覆す。いやいやいや、あのそれを助けてあげるゲームなんですよね。いやいや、自分のことはさ。ねえ。そうですよ。こっちだっていろいろやることあるのさ。ここだ。あ、また誰か機能停止したよ。現在何時だ。あ、そうですね。アクセサリーがまた倒れてます。僕は。はい、ディレクターのことを考えて頑張ってます今、うん、市民を搬送してます。あ、搬送中？搬送してます。偉いな。偉い。もうこの後の番組のことも考えてね。はい、あ、なるほど。若干ディレクターが汗ばんできてるんで、あーやばいやばい、誰か助けて助けて。あ、2体とも、あ、すごい、2体でさらわれてる。あららららら。じゃあ私が市民を助けに行きますか。あ、来た。ゴーゴー、行きますよ。でも2体だから、これ敵？敵だよ。うわっ。よし。あ、1体救出しました。え、マジですか？あ、アピール1体救出した。あ、本当ですか？あ、じゃあもう1体ですね。あ、私今1体救出しました。嘘ですけど。え、嘘？そうですよね。あの、カウントが増えてないんで、僕には分かるんですよ、それは。そうですよね。はい。どなたかがでも、今、シビリアンを搬送してますね。そう、もうすぐ行きます。やった、あ、榎本さんですね。行きますよ。なるほど、やったぜ。ちょっとそれ譲って、うん、あ邪魔邪魔、人はそこだった。こっち持ってきて。あ、やばい、アブダクターが来ちゃった。あと2人もいるの？そうですね。どんだけさ。でも本当皆さん協力しないですね。あの、協力するゲームなんで、ぜひあの声を掛け合ってですね。アクセサリー作りました。あれ、お疲れ様です。アピールアピール。シビリアン今誰か運んでます？わかんない。あれ、これどう、やっつけていいの？これやっつけてください。ここいると。そうですね、あのコメントでもあの放置すると失敗しますよって言われてるんで。やばいやばいやばい。いや、じゃあそろそろ本気出しましょうか。あ、そうですね。そうよ、本気出し、助けないとやばい。重り外します。そうだ、なんかここに入れるのか。あれ、あ、マスクを確認。まあ、私これでも使う。そうですね、あのシステムを多分全て知り尽くしている安井さん、ぜひですね、あの周りの方に声かけて指示していただいても全然いいんで。あのですね、今敵とが人を退治をしておりましてですね、今お茶を飲んでらっしゃる方がいらっしゃるんですけど。あ、そっか、今いるのか、捕らえられてるのか。あれ、私このシビリアン助けるところで待ってるんで。はい、お運びします。やばい、連れてきてください。お運びしま しました。で、私に譲ってください。こいこい。ちょっと、そうですね、探しましょうか。はい、あと30秒ですよ。安井さんのアクセサリーが倒されてるのが分かりました。奥の方で転がってるんですね。ちょっと助けてあげるか。今マップで出てました。ゲートの向こうです。スポットのとこに、はい、はい、アブダクターを倒しましょうか。こいつじゃないのか。あ、その手前のやつがもう倒せる気がします。倒したかな。あ、もうちょっと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 、まだ倒してないです。もうちょっと、もうちょっと頑張ってください。あの、今ダウンしてるやつに攻撃集中してください。そうつもった。あ、倒せた、倒せた。はい、僕が倒しました。よくやった。よっしゃ、ごちそうさまです。いいよ。ちょっと助けに行ってきていいですか。アクセサリーしか。そうですね。しか、まあ、もうちょっと遊んでていいみたいなんで、あの、なんとか、なんとか、なんとか、敵やつける、はい、どうですか。そうですね、アブダクターを倒しちゃいましょうか。あ、そうなんですか、はい、あ、OK です。よっしゃ、じゃあこいつやつけよう。やばい、狙われてる。早いね、足。そうですね、
安井さん、ぜひ華麗にですね、ステージを茨を使いながら、茨を使って華麗に移動してほしいですね。ですね、ゲートがあるので、ちょっとお待ちください。わかりました。言い訳はいいので、茨を使ってください。私が茨使いました、今。私が茨使いました。あ、そうですね。あ、アップデート情報ですよね。アップデート情報、ちょっと最後に触れますし、あの発表というか、また来週ですね、あの情報をお伝えする場があるんで、ぜひ皆さん、それを楽しみにしてください。いった。すごい。ここかな。無様に。そう、あの、応援してくださってますよ、あのコメントで。ぜひですね、皆さん、ぜひあの一箇所に固まって、あのアブダクタに攻撃を集中させましょう。やってるよね。溶断してます。やってるよね。やってるやってるよ。これね、なんかだんだんちょっと反抗的になってきましたね。やってますよねえ。 あ、ほらほら、はい、どう、ほらほら、今私たち協力してます。あ、ほら協力した、はいね、ほら、はい、あ、倒した倒した。あ、だんだんチームワークが取れてきましたね。素晴らしい。大一周いいぞ。これもうつけたんですか。これでこれでやっつけました。お、はい、じゃああとはあの住民たちを助ける、ね、はい、どこにいるんでしょう。最後のアク、シビリアンがですね、多分そろそろ出てくると思います。あ、ここから。あ、出てきてなかったんですか、はい、じゃあこれ奪い合いですね。これ奪い合いだ。ここからは待ってよ。ここから真のチームワークがね、こう、そうですね、問われますよ。問われるところなので。いたこんなえい、安井さん、ぜひ武器を拾ってですね、3つ目の武器が使えることをですね、皆さんに分かるように槍を使って待ってた今ね、仲間を出してる。 そうで、あとあの操作タイプ切り替えられますよね。あので、この前アップデートした時に操作タイプ2つぐらい追加してるんですよ。ぜひあの今安井さん、イバラタイプでやってます。イバラタイプ2とかに切り替えて見ていただけます。出てこないですか、市民。市民追加が来るかな。うん、条件を何らかの形で満たしてないのかな。トガビトゲロ。あ、ちょっといますね、一人いますね。こいつを、これじゃない、えい、こっちが、これでいいんじゃないかな。そうなんだ、そろそろ増援が。マップを確認。あと一人。誰か倒してないと意外なのかな。いや、でももうマップ見たけど全員いないっぽいですね。ですよね。あ、来た。あ、来た。これの人のことってこと。あ、これの人のことですね。死んだ死んだ。来い。あらららら、ら、もしかして今日もうこれ時間切れですか。あれちょっと時間切れっぽいんで、終わっちゃいましょうか。ちょっとクリアしてほしかったな、これは。あらら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 、いたいたいた。オッケーオッケー。じゃあですね、終わりにしましょう。はい、はい、終わりにしましょう。時間切れ終了ということで、はい、終了ということで。クリア、わー、すごい。クリアしたの。いや、できてないです。